はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、680円で購入したこちらの ZTE ブレード E01、こちらのね、電源関係、起動時間とかバッテリーについてね、お話ししたいと思います。ちょっとこのスマホね、起動時間が遅いというようなちょっとお話もあったので、実際どんなものか僕もね、ちょっとね、試してみようかなと思います。これをね、スイッチ入れて、長押しした後に起動開始するんですけど、その後ね、ストップウォッチをスタートして、その後どれぐらい時間がかかるのかというのを測っていきましょう。じゃあ行きますよ。スタートしていきますよ。せーの。これで、ついたかな ?OK。はい、ここでスタートしていきましょう。はい。この電源のね、起動時間、ゼロから立ち上げた時の起動時間、これ結構遅いというような指摘もあったんですけれども、今これアプリ出ましたね。これで ZTE とブランドのロゴが出てですね。はい、これで30秒が経過しました。さあ、この後どうなるかな。このメイン画面が出るまでの時間を測りたいと思います。ZTE、長いかな?もう出ましたね。はい。これでもメイン画面が出ました。もうこれで起動できますのでね。はい、かかった時間。45秒。早くないですか?僕の持ってるスマホ、だいたいね、1分ぐらいかかっちゃうんですけども、45秒だと早い方じゃないかなと思うんですけど、どうですかね。今のハイエンドのスマホってもっと早いのかな。個人的には45秒であれば、十分早い方じゃないって思うんだけどね。どうですかね。これはスマートフォンのね、性能とかグレードとかによってまた違ってくるのかもしれないですね。はい。というわけでね、僕の使ってる環境下では45秒で起動することができました。はい。でね、その他にもアプリの起動についてなんですけども、これも割と、どうだろう。どうでしょうかね。ぼちぼちじゃないんですかね。ちょっと待って、何開けるかな。ちょっと待てよ。ドライブもダメか。開けるのがないな。ちょっとじゃあ、隠してね。隠して起動します。ちょっと、メールなんかの中見せちゃダメですもんね。はい。どうかな?普通だと思うんだけど。これが遅いって感じる人もいるのかな?今、Chrome 開きました。次はね。Chrome、はい、立ち上げます。今ね、楽天の SIM カードでやってますので、Twitter を開いていますね。どうなのかな?もっと早いの、ハイエンドって。ちょっと僕のこれ Twitter ですけど、これ200kbps の SIM って考えたら驚異的に速いと思うんだけどね。どうなんですかね。ちょっと個人的には、これらの動作が遅いという感覚は正直なかったというような感じですかね。このあたりもハイエンドモデルだったらひょっとしたらもっと速いのかもしれないですけどね。特にこのうちのスマホだから特別遅いという感じはしなかったですね。でね、気になるのはね、これバッテリーの容量が2200しかないんですよ。昨今のスマホと比べればかなり少ないですよね。なんだけれども、このスマホ自体がね、結構発熱が少ないんですよ。カメラファイライブとか起動しても熱がすごく、他のスマホと比べるとものすごく少ないっていうところもあるんですけど、このあたりがね、省電力性能に起因してるのか、この数値以上にね、バッテリーが持ってくれるんですね。朝使っても夕方ぐらいまでは持つのかなという感じがします。で、あとですね、こういうモバイルバッテリーありますよね。このモバイルバッテリーを使いながら何かこう負荷のかかる作業をしちゃうと、カメラとかいろんな機能が止まっちゃったりとかっていうトラブルってね、あると思うんですが、このあたりも発熱が少ないので、モバイルバッテリーを挿しながらいろんなアプリを使うことができます。
多少ね、まあ、例えばまあこのバッテリーが夜まで持たないよということがあったとしてもですね、こういう使い方ができるんで、わりかしね、電池持ち、バッテリー容量の少なさっていうのは、リカバリーできるんじゃないかなっていうのも個人的な感想ですね。まあ、何せ2200っていう容量ですから、まあ、夜までね、持たせるということは、まあ、難しいとは思うんですけども、まあ、こういう使い方をしても、モバイルバッテリーさしても使えますよというところは、割と安心できるところではないかなと思います。はい。ってな感じでね、今回は、まあ、電池の持ちとか、起動時間、ね、アプリとかの、いう話をしてみましたけれども、まあ、こんな感じでございます。全体的なね、私の個人的な感想を言うとね、特にそんなに、言われるほどね、周りで言われるほど、個人的には、こういう不満っていうのは、電池持ちとか起動の遅さっていう不満は、僕は特にはないですね。それどころか、良い方とまでは言わないけど、悪くはないと思いますね。はい。という感じでございます。何かの参考になれば幸いでございます。さとちゅんチャンネルでした。